こんばんは。おはようございます。おはよう。おはよう。髪の毛ボサボサ。間に合いませんでした髪の毛。チ <laughs> ーズヤホー。こんばんは。こんばんはじゃないわ。おはよう。そう髪の毛。 しますんでーいやほんみーえー、ちょっと待ってよおはようございますおはようあ田村がいる田村がいますよえまだ笑わ,わまだまだ笑っていいタイムですあの10分10時10分10時10分からくちゃちょばちゃチャあ10時10分から10時半までは笑わないです ヤッホーにハオあ明けおめじゃないよまだまだ明けましょうおめでとうございましょうヤッホーヤッホー10分10分10分,10分明ける前におめでとうございましょうやね来年は田村の年になります来年田村の年になれるかな なマに謎の言葉喋る私さ滑舌悪いのよね髪の毛を先にセットさせてください星投げたよありがとうございます噛んではいけないもんもうそれはもう無理やあ,あ予約1位になってたからないかと思ったあらごめんなさいえへえへ 押し投げたよありがとうございます朝ごはん食べた仕事に戻りますね頑張ってえそんな宣伝しなくていいよそうです田村なつきです来年はなつきになつきますああそういうことかちょっと理解するのに時間がかかりました今のうちに あすーさん、すーさん私やってないです。まだ高校2年生だからスーさんやってない。朝食べたー。やっほーせんさんおはよう。目玉焼きと納豆。私、納豆さもうずっと食べてない気がする。よいしょよいしょおはようございます。久しぶりーお久しぶりですー。 ぺうんぞうペンゾウさんおはようございますお総理さんおはよう小学生じゃないです高に微分積分私結局できずですねできなかったできませんでしたタナキノエさん <laughs> そうベクトルあのねベクトルはね あの平面ベクトルだけしました平面ベクトル空間はできんかった日本史や私違う理系だったからあの理系じゃないんですけど理系のクラスになっちゃったから行っちゃったから世界史はしなかったあ違う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 ,違う日本史はしなかった世界史はした 私日本史より世界史の方が好きそうチリもしたチリはまあまあ得意だったユキリカはクールビューティー有機化学と無機化学どっち好きもう何のことだかわからない <laughs> 大学は受けないどうなんだろう多分あでも受けるかな わからないです。わからない。おはようございます。なんかね。あの、なんで理系になった。私はね。あの、勉強嫌いだから、理科、理科、理科。理系ってさ。なんていうの、比較的難しいじゃん。高校生の。 範囲だったら理系のの方が難しいのよで正直文系の方が楽でだからしようとあのー、絶対私は文系に行くと思って数尾とか絶対取りたくないと思って化学とか物理とか絶対もう絶対に取らないって決めて三者懇談に私はあのー、挑んだわけですよ。 え違う,違う理系文系の方が簡単じゃなくて高校生の間って文系の方が私の学校は文系の方が楽だったんですよ <laughs>。そのなんていうのなんていうんかな。違うみんな頑張らんといけんけどなんていうんかな。文系は頑張らない人はもうとことん頑張らない <laughs> 頑張張ららなないい人はとことん頑張らなくても。 けけるよような科目選択も可能だったわけよでも文系はじゃあ理系は理系に行った時点でもうめちゃめちゃ頑張らないといけないって言われてたのそうだから私は私は頑張りたくなかったからそうそうあの絶対にもう行かないと思って。 もう文献に行こうと思って三者懇談に挑んだんですけどなんか気づいたら理系になってました <laughs> そう気づいたら理系で「ああれ?」みたいな帰って「え理系じゃん」みたいなどういうことって思ってえ九9分あ待って待って。 あでもついていきました私クラス1位だったほんとほんとおうおうよいしょそうクラス1位だったで私ねなんか 理系ってさ理系はその一番最初って理系って簡単じゃんかあの基礎だからめちゃくちゃめちゃくちゃ基礎だから簡単で割とその時に1回だけ学年1位取ったでも高校がそんな全然頭良くない学校だから別に別にって感じ <laughs> 理系じゃん 今でも勉強嫌い、ものすごく嫌い。違う、私は笑わない。よーい、どんえ、喋ってはいいんだよね。喋ってはいいんだよね。え、ちょっと、ああああ <laughs> 無理だあ <laughs> 無理だわん <laughs> あっ無理でした <laughs> えっ待って待ってちょっと待ってもう一回さしてお願いっ <laughs> ちょっともう一回させてお願いです。もう一回させてください。え、ちょっといけるのいけるの <laughs> もう少し、やだやだ。え、もうちょっとの時期いける予定だったんです。笑った理由を知りたい。私も知りたい。笑った理由私も知りたいですね。とても。ほら、もうこんな変な前髪になっちゃって。 どうしてくれるんですか皆さん本当。そうなんか違うの喋っちゃったから違う喋っていいのか。うん。<laughs> ああ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 えもう終わらまもう終わらまもう終わらまえちょっともうワンチャンスください悔しいわ悔しい悔しい悔しい詳しいって何悔しい悔しい悔しい。あいしゃ。 え、ダメなのダメそう前髪さ前髪さめっちゃ私ね前髪昔ねめっちゃめっちゃ暑かったの前髪熱々熱々でもうめっちゃペタンってあって「もうノリですか」みたいな感じだったんですけど気づいたらなくて気づいたらなくて前髪が気づいたらなくて。 3回言いました気づいたらなくて本当にびっくりしたなんか日に日にねなくなっていくの前髪ばっかりでさでっこう上げたらさここもさめっちゃハゲてんじゃんか頭らなつきいや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 ちょっと待てよと思ってびっくりしちゃったみんなに言われた「あれそんな前髪薄かったっけ?」って「私も知りたいわ」って言って おはようねルージョンアベピンクローミーナツキナツです初見やでクルーミネールクルーミネールさんありがとうございます17歳です17歳の高校2年生田村なつきです応援してくださったら田村がとても喜びますええ、ね、もう1回挑戦しちゃダメ この引っ,越し引っ越し履歴っていうのおう,うわあーリーゼントリーゼントその前髪大事よとょっと笑わわわわわわんけんさもう笑わないあまってもう笑ってきたあおおあしゅ <laughs> あ。おはよう。<laughs> おはようございます。 やってみようやった優しい初見ですありがとうございますねバースタップさんありがとうございます <laughs> <laughs> ダメだわかったわあのわかりました私がなぜ笑ってしまうのかあの私私の顔面が面白いんだ <laughs> わしの顔面がちょっと見たら笑っちゃうからダメだこりゃダメだダメだ,ダメだ,ダメだ,ダメだあいける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 あきましたいきましたいきましたいきました。 おけ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 もらえませんもん <laughs> やっぱ無理だ <laughs> やっぱ無理だやっぱ無理だ無理だ無理でした申し訳ございませんでした三秒ぐらいも持ちませんでしたはい諦めます申し訳ございませんでしたコメントを読みます あ、あ、あ、さっきさ、さっきさ、そう、目白目が多いなっていうコメントがあったんですけど。そう、白目多いんですよね。皆、皆さんは切り替え大事ですよ。皆さん切り替えが大事です。こういう時に一番大事なのは切り替えです。そうです。そうです。無理でした。申し訳ございません。<laughs> 無理でした。あ、待って、待って。 切り替えが大事、切り替えが大事そう、カラコンつけたいけどカラコンダメなんですよつけれないからとてもそうあ、終了しましたうんありがとうございました無理でした <laughs> 無理でしたー一騎生さんちょっとだけ本当にちょっとだけしなのさんとお話できたあと昨日はショールームで福田さんのショールームを見てたら でコメントしたら。コメント読んでくださった。笑います。笑います。そう、私ね、そうなの。あの、急にが、ちゃうらっぱっぱっぱ。そう、白目多いのよ。くるめ、あ、くるめ。黒目を大きくしたら、石田千穂さんに似てる気がするが。そんな,そんな,そんな,そんな、そんな,そ,んなそんな、そんな、そんな、もう、そんな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 んです。そんなんです。 もうそんなそんなんですそんなそんなダメですそんなことはないです嬉しいけどものすごく嬉しいけど申し訳なさすぎるもう黒目ねちっちゃくて福田さんにね夏希ちゃんがスタイルやばかったって言ってたって言ったらやそう見てましたよあ,あ言ってくださってると思ってもうラブ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 って思ってた福田さんに なんでコメントしたっけそうあのおでこがおめおでこがね嫌って言ってたからおでこも可愛いですーって千穂さん目の前で見たらもう目の前で見なくてもいつでもどこでも可愛いですしなのさんのショールーム行きます行きます行きます。 無無理理なな企画ででししたたが笑わないのは無理でしたそうそれでねなんか私黒目がすごい小さくて割と三白眼なんですよねそう黒目が小っちゃくてちっちゃいのは黒目だけ黒目だけじゃないけどだけじゃないけど黒目がちっちゃいのがすごいコンプレックスででもちょっとカラコンができなくてコンプレックスを隠し手段がないんですねで ちょっと多いと思うの絶対カラコンできなくて黒目がおちっちゃいのがコンプレックスっていう人絶対多いと思うんですよそこでタ田ナツキが教えてあげましょう <laughs> タムーマングースさんまずねまずねあのこのペンシルアイライナーで そのこの黒目の下のこの粘膜の部分あるじゃんかそこをねもう埋めますこの黒い芯を目の中にぶち込みますぶち込んだらえちょっとしょこれショールームじゃ分かんないな。 ショールームじゃわかんないんですけど、若干ね、黒目が大きく見えるの。全然わかんないね。そう。この、いや、痛くないですよ。でも、ちゃんとクレンジングとかちゃんとしないと、そう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 、本当にダメだから、あんまりおすすめはできない。正直、全然おすすめはしちゃいけないけど、小にちゃうて、高2あて。あんまりおすすめしちゃいけないけど、私は、 ちょっとだってさコンプレックスを隠す手段をさがないから辛いじゃんそう真似しないで粘膜っていうかあ失敗した失敗しましたてヘペロ田村さん同い年かな1個下な気がする。 西田千ほさん早生まれじゃないかな違うっけ自己流っていうかね割とみんなしてるしてたりしますちょっと失敗したからやめましたそう学年が違うけど同じ17歳そうなんですそうなんですうんでね私ねなつきちゃんおはようしんさん やっほーはじめましてはじめまして田村乃すきです。こんにちは。それでね私さ人中も長いのよ。人中が長いのがもうそれもそれもコンプレックスであの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 コンプレックスであの。 本当に長いんですよ陣中が人中って短い方が可愛らしい顔になるから短くしたいけど陣中の長さなんてどうもできんじゃないですかずっとこうしとくわけにはいかないし本当に長くてもうここで 50m 走走れるんじゃないかっていうぐらい長いんですよ陣中が「もうオリンピックここで開催しますか」みたいな声借りてきちゃった陣中この鼻鼻のと口の間の長さが 長くてそうオリンピック開催できちゃいますよぐらいの感じなんですよ。そうだからそういう時はあ忘れてきちゃった下に忘れてきちゃったけどハイライトをねこの口の上にのせたらめっちゃね短くキュッって見えるからおすすめです。 ところで罰ゲームは何するのえ笑っちゃったからなー笑っちゃったからなーどうしよう言わなきゃバレなかった説あるよそうなのよそうだそうだなんかさどなたかが言ってたのコンプレックスを言っちゃうとそのコンプレックスをいじっていいんだって思っちゃうからコンプレックスは絶対言わない方がいいって言われて。 それを私は今まで守ってきてたのに今1021296人の前で言った <laughs> 1296人の前で言ったなんであれなんでなんでななななんで私言ったのえうんなななんで言ったの <laughs> なんでなんでなんで言ったのなんで言ったのなんで言っちゃったんだろう。 言ってししままいましたヘペロちょっと、あの、触れないであげてください。あ、水彩コメント読みました。ありがとうございます。おはよう。おはようございます。ちふみさん。深夜出勤が終わったよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと無意識言っちゃった。大丈夫。もう忘れた。え、皆さん、もう忘れましたよね。忘れましたよね。うん。私のコンプレックスなんてね。 今よね。思ってましたっけあ今何の話してましたっけ？あれ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 でも私ビジられてもそんな大丈夫ビジられてって何いじられてもちなみに人中よりも歯を治した方がいいと思うけどそれはあの私が一番思っておる 一番思っています私がもうそんなのもうあのー、中学校ぐらいからずっと思ってるのでそれは一生懸命今お金を貯めて矯正をできるだけ始めたいとあの早くできる限り早く始めたいと思ってるからちょっとだけ待ってほしいなちょっとだけ待って。でできればちょっと矯正あの歯のことは触れないでいただけると嬉しいな。 何の話してたのかわかんなくて悲しい山本ちゃんあのー、コンプレックスの話してましたわかりました一生触れませんありがとうございます <laughs> そうそうそう,そうはいもう俊介さんもう言うてるやんもう言うてるやん今日はいい天気そういい天気ですね。うんうんうん そうまあねちょっとねそう笑ってはいけないが病で終わりましたお終わっちゃったそうでも基本可愛いから大丈夫だよよを望むならって話だけですやだ優しいありがとうございますそう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  だからうん頑張ってお金を今貯めているのでちょっとだけ待ってくださいもう完璧な歯並びに生まれ変わる予定やけんフフおはおはーおはおはパジゲームわさびたっぷりのたい焼き一気食い ちいじってなんぼまあそれはそうそれはそうなんですよねこのルーム楽しいからフォローしときましたやだありがとうございますありがとうちょっとたまきちの配信見れないだけでつらかったぞいあのー、りょうちゃんさん来てくださってありがとうございますんっとピョンアイドルです芸人じゃない芸人じゃないアイドルですよ 違うそうそうそう可愛い,い本当ちょっとやめてやめてちょっと褒めないで褒めないでください調子乗りますやだ調子乗っちゃうから褒めないでくださいお痩せすぎもよくないですよねそう頑張るーたまたま芸人じゃない吉本坂じゃない STU48 ですバラエティー班全然私目指して目指してない目指してない でもだからといってビジュアルで言っていくのも正直無理だからどうしようかなーってこれからどうしようかなーって思っております前髪かわいいやった野良もう調子には乗りませんへ <laughs> でえゅで俊介さいつもさ那須家のこといじってくるのになんでそんなこと言ってくるんですかお笑い芸人じゃないき吉のメールあっ是非是非取ってくださったら嬉しいです あのね、しばくぞ怖い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 。ねえ、もさん急に厳しいんだけど、びっくりした。<laughs> 怖い怖い。あいしょ、あいしょ。あのね。なんて、なんて。そう、大阪、大阪ってがこれが私の住んできた町。 え罰ゲームどうしようお正月だからお正月らしく二期のビジュアル面だと思ってたけどあんなあんなもう24人でも24人っていうかさ二期生可愛いく本当に多くない今日から毎日アイドルそう頑張ります福岡は美人めちゃめちゃ多いですね雪でかはビジュアルメンバーだよ だってさめっちゃスタイルいいしかわいいもん大人っぽい持ち落としの数だけ食べるえっめっちゃ太っちゃうけどいける今泉さん美人ですよねその代わりおもろいそう美人美人めっちゃ美人あ,あ,あみほああちゃんスタイルよくないって言ってたみほちゃんが スタイルいいよ高尾山の顔好きねえめっちゃ私も好きお母さんも好き言うてた広島帰るまでたい焼き禁止でもそれはあの多分ねいけちゃういけちゃうな今の総理の前の前言えますか言えなかったり間違えたら推し 卒業ええ,えでもさ私さ今日さあの田中美穂ちゃんのコメント欄にもいましたよねそれ見ちゃったなんか「野口なんちゃらさん」でしょ? <laughs>「野口なんちゃらさん」でしょ推し卒業ってもともと推してくださってたんですか私のこと。 罰ゲームはなき、嘆きっす。えー、どうしよう。たぬ、キッチスタイルいいね、狸とした人間や言うて。田村なつき、人間やって。<laughs> 広島で自転車、やばくない自転車は。重大なくなるから、またね。あ、またね、もめちさん、バイバイ。 毎日アイドル続けてね、ぜひぜひ続けさせてください。あ野田さん。野田さんでした。ハハハ。センブリ茶一気飲み。え、私さ、それ飲んでみたい飲んでみたいめちゃめちゃ飲んでみたい。すごいラップみたいになっちゃった。飲んでみたい飲んでみたいめちゃめちゃ飲んでみたい。充電大丈夫。えー、どうするどうしよう。<laughs> え、センブリちゃん飲みたい昨日飲みましたえー、あれってどこに売ってるのどこに売ってるんですかそうラップみたいになっちゃった <laughs> <laughs> そう見たのに間違えた野田さんですって日常的に飲んでますあれって健康にいいの健康にいいですかお店お店そりゃそりゃお店やそりゃお店や あドラッグストアにあるんだそうなんだえ飲みたいアマゾンあーなるほどね動物の森のタヌキちが売ってたよ私さ動物の森さやったことないんですよね友達とかさみんな結構やってたんですけどさ動物の森なんかやるタイミングを逃しちゃってさ全然やったことないの。 だからさなんかさ DS とかもさお姉ちゃんがさずっとお姉ちゃんばっかりさ DS してたからさ私全然 DS とかしたことなくて Wii もしたことなくてそれは嘘つきました DS も Wii もしたことあるんですけどそんなな,なんていう一生懸命したことなくてあのー、ポケモンとかもお姉ちゃんのを借りてやるんですけど私が下手くそすぎていつもあのなんていうセーブっていうのセーブしずに終わっちゃうから私のデータは何もないし、あのー、Wii もマリオマリオマリオのやつ やるけど私いつも3秒で死んじゃうから全然できないんですよねあのなんかウィーのなんかねジェットコースターのコースみたいなのがあったのお姉ちゃんがそこ大好きでずっとやってたんですけど私もやりたいじゃんかだって楽しそうにやってるから私もやりたくてずっとやってたんですけどなんかジェットコースターのやつだからもう飛んだらなんか溶岩に落ちて3秒で死ぬん,んです用意したーとビューンみたいな <laughs>、はあ いっぱいちょっと無視しちゃったコメントゆうきさんおはよう初見ですゆうきさんこんばんはこんばんはじゃないおはようございますかおはようございますありがとうございますそうゲームしない罰ゲームネットブロしたいネットブロしたいスイッチ持ってない <laughs> やするパンやするパンさん 初見ですありがとうございます。おはじめまして何おはじめましたってあちょっと待って待って待ってはじめましてう <laughs> んっとなんかえ何か食べたい辛いの食べたい罰ゲームで辛いの食べたいそうセーブせずに終わっちゃうんですお姉ちゃんがひどいよねほんとにほんとにいやほんとにわ全部。 えなんかさえちょっと伝わった伝わりましたかちょっと何言ってるかわからない <laughs> なんかねえトものは無理ものは無理です蒙古タンメン食べたいあ時全然蒙古タンメン食べれないんだけど食べたい辛いの食べたいでも別にタタタタタ食べれるわけじゃないんですけどえちょっとさどなたかさ あのー。分かってくれませんか。マリオのね。なんか。骨の。骨、あ、早く罰ゲーム決めなさい。そうですね。<laughs> ごめんなさい。うん、マッチュさん。シャンって言ってた。マッチュさん、おはよう。おはようございます。なつきです。どうしよう。 ただ単にタモキチがセーブの仕方分からんじゃなくてねあのお姉ちゃんがセーブせずにねブチって切るのお姉ちゃんのだから田村は下手すぎるから夏キのデータはいらんって言ってカメムシ食べたくないなあダンス配信はしたい ダンス配信したい。お姉ちゃん、え、パクチー食べれないの好き。パクチー食べれない。パクチー食べれない。何回四や言うて、3回ですよ言うて。うんと、そう、話が散らかりすぎるね。ごめんなさい。一旦リセットリセット <laughs> リセット。ちょっとまず、罰ゲームを決めましょう。一旦罰ゲームを決めましょう。 おいしょおいしょおいしょフフフ痛みイタ痛みせつごめんなさい「リセツ」「リセツリセツ」リリえパクチーやだなうん <laughs> とオーマイ o ー が田村賢治の娘じゃないです。ちゃうちゃう、ちゃうでちゃうで。さやかににショールーム。さやかににショールームに向かって告白しよう。バスゲームで、え。いいよ、それなら。それならいいよ。波平配信、え、波平配信って地面にや、だかも。メガネかけよう。特に意味はない。どう。 似合,わな似合わないですねどうしようわさび食べるあいしょあいしょ違うもうほら私がまたさ変な話しちゃったから話がそれちゃった <laughs> センブリ茶デスソース

違違う違う,違う <laughs> もうダメだもうダメだダメだこりゃもうダメだ <laughs> ダメでしたねところでなんで罰ゲームすることになったの私は10時10分から10時半まで笑わないって決めたんですあの某有名人気番組の「そろそろ始まるそんなことはない」もうちょっとあったけど 始めるあの番組のまねして笑わないでおこうと思ったら3秒で笑いました田村夏月ですそういうことですだから誰に罰ゲームさせてみたい A さやかりんえっとそう何でも3秒なんですよね。 えっとなんだっけなんだっけ何何何,何もうなんだっけんだっけ大役を1年がまや,やだ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 ,やだこんにちはこんにちは違う今年中じゃなくて今年中じゃなくて今年中じゃなくてえっと2020年までに2020年の間のどっかのタイミングでセンブリ茶センブリ茶飲みたい。

サソリでも罰ゲームで食べられるさそりの気持ちよね本当に食べられる上にあ罰ゲームなんかーいみたいな豚肉とかはさおいしいおいしいって言って食べられてさまあ私たちもこう感謝しながら食べるわけじゃないですかなのにさあのそういうゲテノとかってさあわしら食われるんあいいけどあ罰ゲームなんかーいみたいな <laughs> 絶対そんな感じだよあ罰ゲームあ罰ゲームか そういうことかうん、ってなるよね絶対あ罰ゲームなんかごめんなさいちょっと止まっちゃった you are excited for NHK 紅白 excited for excite 楽しみワクワク you are わくわくしてるかーってえ見ますよもちろん「紅白しま,紅白します」じゃない「死なす」じゃない見ます見さますめっちゃ楽しみうんとえー、お菓子禁止しんどえー、でもお菓子禁止しようかな痩せるしでも耐えられない 1>, 1ヶ月じゃ一ヶ月お菓子1個も食べないそんな発言して大丈夫かなつき大丈夫かなつきそんな発言しちゃって大丈夫ちゃうであかんあかん大丈夫ちゃうでほんまに <laughs> 無理だあ投票投票で決めるかそれはありかもしれない 上腕に投げに、今でも十分痩せてないよ。そう三秒で食べるは絶対。敬語禁止はそりゃもうあの無理よ。食べ口は無理よ。<laughs> 無理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 よ。一人に戻すそれもしんどいな。 お菓子禁止、投票で決めたらいい、パクチーお菓子禁止、おはよう。毎日アイドル十日目なんだね。そうです、たい焼き禁止。センブリ茶が楽。センブリ茶で許そう、本当。本当。萌え台詞。た <laughs> ブにあったら三号です。 食べ口は無理よ食事禁止かお菓子禁止もう食事禁止ってなったらもう死んじゃう死んじゃう死んじゃう喋る禁止えそれならいける笑うたびフォロワー減るいやしんどしんどくない <laughs> 後ろの名前名前の後ろ変えてみた。 田村のはっホ <laughs> ッケーさんの嫁になった投票深夜にカップラーメンえちょっとあのタメ口はやばいタメ口はちょっとよくないよくないですで投票ってさどうしたらいいえっ今何個あった おいしょおいしょおいしょセンブリ茶にしなさいどうするどうするセンブリ茶センブリ茶推しい私もセンブリ茶推いし百325個あったおい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 一日ぶりっこレモン1個いしんどいお腹空すいたのでお昼ご飯買ってくださいそれはもう自分で買ってください あ<お>う, <laughs> うんと一コンプレックスを直すそれは嬉しいわ間違えてるからなあ総理大臣の話ですかびっくりした。 何の話かと思った「今かーい」言うて配信は11時ぐらいまでですもう投票が一番早いねそうしよう「1」なんて言ってくださってたっけ似合わない前髪パンツやのーーパクチー「1パクチー」 辛いの食べる。うんーとセンブリーちゃん。 美穂ちゃんに抱きつくもうそんなの余裕ですよ余裕余裕 <laughs> たい焼き禁止嫌だでも。 わさび,わさびこんぐらいにしとく キチヤホウマンさんヤホー、ワーサビのプーさん呼んだ呼んだ呼んだ。萌えゼリフ。入れますか？選択肢に入れた方がいいですか？入れた方がいい？いいいいい入れた方がいい？入れた方がいい入れるとダメ？ え2020年の2020年の間に2020年の間にするこの投票で決まったやつをね <laughs> ずっとプーさんの喋り方えそれやりたい普通にプーさんだよピグレット俺のこと知ってるもちろんやもちろん知ってますよ 選択肢がぬるい <laughs> ごめんなさいでもさなんていう個人でやってるだけだからさそんな大掛かりなやつできないのよねそもそもあれのこと知ってるえ知らなーいでもそのことなんか知らなーい初めて聞きましたわさびからし玉ねぎの汁のどれかを目に塗るならどれかを目に塗るやばいやばいやばい目死んじゃわそれ。 パンナさん知ってますよ自分のこと忘れないです。忘れない、忘れない。冗談だってデーモンさん。ごめんって。ごめんなさい。そろそろ次のルーメン。よいお年を、よいお年を。投票ってどうするのバンジージャンプしたい。多分知られてない。知ってます知ってますよ。 知ってますよ投票何個ある6個あ見えない キャデラックデビルコンバーチブルさんヤッホ通りすがりの怪獣さんやでやだかわいい怪獣さんやってバンジー高いところは大丈夫じゃないけどしてみたい見えてる <laughs> えあとなどんぐらいしたらいい投票だってさやかりに告白って罰ゲームになる今にでも今すぐにでもなれるよできるよ一パクチー食すス,スカイダイビングしたいけどできないじゃん俺のこと重々覚えられますよねから実際覚えれてない率高いえでも本気で覚えてる私は本当に覚えてる 本当に覚えてますよ。さやがりのショールームでしてな、ね、いいいよ、全然。スカイダイビングはさ、ちょっとさ、なんて言うんですかあの、規模がでかすぎる。アクシいたら覚えてくれますか覚えますよ。全然覚える。もちろん。え、そろそろ終わっていいあ、違う。さっき読んでってあったね。1パクチ 2辛いの3せんぶり茶ゃ4たい焼き禁止五5わさびいっぱい食べる6萌えゼリフ。<laughs> 握手したら覚えてくれるもちろん覚えます覚えますおしりぺんぺん <laughs> たい焼き1年半年にしよう半年にせん。 半年にしませんたいやき1年ビンタはいしたビンタあやっヤホー <laughs> おけみえ終了しよう終わりまーす無事ね本ほんとに嫌だな好き ねえ、本当に。泣いたー。うんー。ぴえん。ぴえんですよ、本当に。えー、どうするえ、でも、今日じゃないから。あの。六 <laughs>。六、六、なんで六って言ったの?。二千二十年の間に、どこかでします。二千二十年の間に、どこかでする。 そう先輩からちょっと教えていただくわ先輩から教えていただいて2020年のどこかでします2020年どこかね <laughs> なつきちゃんおはようおはよううんうん、うんうん、えっふざけちゃうふざけちゃう,そう門脇さんに教えていただく 教えていただきます。今日じゃない、今日じゃない。今日じゃない、たかっちさん、大好きだよ、ありがとうございます。さこちゃん、あさこちゃんにもやらせちゃう。さこちゃんにもやらせちゃう。<laughs> 教えてくれるかな、教えていただけるかな、教えていただきたい。 ちょっと教えていただこう教えていただいて2020年のどこかのタイミングでやるかもちょっと待ってねえねえちょっと授業ありますかもう嫌だ前髪変になってきちゃった嫌だ嫌だもう嫌だ嫌だ 一応ちょっとちょっとちょっとなんだちょっとあるでもちょっとでもあるのちょっとでもあるのかいちょっとでもあるのかあいしょあいしょあいしょあいしあいしあ,いしあおおおおおちょっと門脇さんに教えていただきますだから2020年どこかのタイミングで <laughs> 切れてないよあいし 2020年どっかねどこかのタイミングどこかのどこかのタイミングでやるのではいあけみフ <laughs> <laughs>、はあ教えていただきます教えていただく待機禁止じゃなくてホッとしたそれはそう それはそうですね。一個だけ、一個じゃ許していただけないの。<laughs> そう、十二月三十一日の可能性もあります。誕生日。八月四日の日。一月。四日の配信。あ、ちょっと、え、もう、姫たんもさ、巻き込もうよ。 姫たんもう巻き込もうえ握手会でも私全然言うよななあひめたんもやろうひめたんにもさせよううんん <laughs> と うつみちゃんねすごいよねえ違うのよねなんかさこういう感じでさ最初行っちゃったからさなんかそういうキャラじゃなくなっちゃったよね完全に <laughs> そういうキャラじゃなくなっちゃった一番やらなさそうなメンバーは誰誰だろう吉田沙羅ちゃん絶対やらないと思うよいしょ でもかわいいよね愛い愛ょあい,ょあいょうつみちゃんねうつみちゃんはすごいよなんかプロですよねプロプロすごいすごいとてもすごいとてもすごいちょっと出かけてくれまた配信いきますバイバーイ ザラ <laughs> ちゃんザラちゃんさやってって言ったら絶対怒るじゃん <laughs> 絶対怒るよ絶対怒る絶対嫌絶対嫌絶対嫌っていうバンジージャンプ含めてあと6ねえ大ちゃんさめっちゃさ厳しくないですか厳しいやだやだ厳しいでもさちょっとさ皆さんめっちゃ褒めてくださるからさ そう厳しい方もいないとちょっとね調和が取れないよねそれはそう大事あ五十九分になったドーンどうじゃだい男女を読みます。 13位青森からさんありがとうございます。12位くるさんありがとうございます。11位めっちゃきのこさんありがとうございます。10位はるさんありがとうございます。9位イナさんありがとう。8位ショーダンさんありがとうございました。7位下手くそな猫さんありがとう。6位ケブさんありがとうございます。5位俊介さんありがとうございました。4位ごとくまさんありがとうございます。 三位ふうさんありがとうございます二位しょなみさんありがとう一位よっしーゾンビさんありがとうございましたちょっとなんかすごいあれだったねなんていうのあのー、計画性のないというかだらだらしたというか再配信になっちゃったすまぬすまぬ ちょっと次からもうちょっとシャキシャキします次からもうちょっとシャキシャキするすまぬすまぬダラダラそうダラダラしちゃった今来たところえ福岡いたそう福岡5年ぐらい住んでましたまたあとあとであちっ,ぱりゃっちゅうパリケチャチャチャチ13時十三時からダンスするーらする予定です見に来てくださったら嬉しいです ね違うそうだそうだそうだまだ行かないでみんなちょっとまだ行かないでお願いちょっとまだ行かないで待って待ってあのさあのね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 、あのー、ダンス配信をしようと思うんですけど曲が流せないじゃんかどうしたらいいかなと思ってまたねバイバイダンスどどうし曲なし シュールすぎませんかなんかねあのカラオケ配信あるじゃないですかそうそれをさカラオケ機能どうやったどでもあれイヤホンしなくてもイやパパパパパパパ,パ,パ,イ,ヤホンしパイヤホンしてないとさだできないよねそんなことないの <laughs> スマホにつなげるスピーカーあスピーカーあるかなあイヤホンのやつだなそうタムキチが音聞けないんですよねスマホマイクつながるとできないと聞いただよねスピーカー機能ダンス配信どうしたらいいんだろうえちょっとさどう,どうしたらいいんだろう音源とかさ流しちゃいけないんですよ だからカラオケ配信のさ、カラオケのやつでさ、やろうかなと思ったんだけど、あの、イヤホンをさ、刺してさ、めっちゃ爆音でかけたらさ、私に聞こえないかなどう思うスピーカーは一応あるんだけど、でもあの別に歌わないの、え、どう、え、どうしたらいいと思いますかイヤホン。 スピーカーはあるのワイヤレスのイヤホン探したらあるもうめんどくさいから何でもいいねそんなこと言わないでワイヤレスワイヤレスでもできますかえっあとさあごめんなさい質問ばっかりで申し訳ないんですけどあの自分で調べろバカ野郎って感じなんですけどあのー、このさあの何このスピーカー スピーカーにつなげたらいけるのかなちょっとスピーカーあやいさラグが発生する可能性イヤホンえ私がさこれをさバーって開けてさイヤホンを爆音にしたらさ皆さんの耳がぶっ壊れますか皆さんにの耳ぶっ壊れるそれとも私の耳だけがぶっ壊れる 皆さんの耳はぶっ壊れるやってみたらそうだねやってみようやってみようちょっと待ってお母さんお母さんお母さんちょっと待ってねちょっとイヤホンが今手元にないからうんーとうんーとどうしようちょっと待って お母さんえちょっとさ叫んでいい俺もうるさかったらルームから去るねやだ <laughs> えっちょっとちょっと叫んでいいえちょっと音小さくしてくださいちょっと叫ぶちょっと叫ぶので音小さくしてくださいママ 絶対寝てる絶対寝てる <laughs> 絶対寝てるくない <laughs> 絶対寝てるわもうやだえちょっと待ってじゃ え、であこれこれんあれよねあのペチンってするやつがいりますよねあのー、ちょっと今語彙力がなさすぎてどうしようどうしようお母さんお母さんマイマダーマイマダーあっそうこれのね 今おりませんやだお母さん今家にいなかった無駄に叫んだわこのさこれこれなのそうだからさえっこれをつなげたらいけるのかなそういうことむず

どうしたらいいんだ、これ。どうするべきなんや。まじか, <laughs> か,か、まじか。さいや。さ <laughs> いやん、呼んでみる。さい。さいやん。もう曲なしで踊れ、まあ、それがいいかも。それがいいかもしれない。 えもしイヤホンでできたらイヤホンでしたいんですけどイヤホンじゃないやスピーカーえちょっとじゃあ1時からの時にちょっと最初にちょっとだけ時間をくださいそれであハウリングするかな難しい そう1時からも配信しますえちょっとちょっとだけやってみて無理そうだったらもう無音で踊りますアカペラで口水もう最悪それだね最悪そうしますあじゃあありがとうございましたごめんなさいごめんなさいお騒がせいたしましたそれではうるさかったら通報するから大丈夫とは大丈夫ちょっと注意 <laughs> <laughs> ごめんなさいバイバーイ。